おはようございます。今日は糸島の方まで今日明日とかけて行こうかなと思っております。ちょっと天気がどうなるか分からへんからどこまで観光できるか分からないんですが、今回の動画が福岡県の最後ということになりそうですね。そうですね、ただまあちょっと時間ね、もう1時回ってんねんけど、今ちょっと今日公開する動画のサムネイルを作っておりまして、ちょっとお時間がかかっておりますので、もうちょっと出発まで時間がかかるということですね。今度はあり、送りやんした。はい、ということで出発しました。糸島の方に向かっておりますが、結構時間かかっちゃって、もう今すでに2時40分ぐらいになってますね。お腹すいてまだ昼ご飯も食べてなくって、ご飯を食べて糸島に向かおうと思ってんねんけど、いかんせん天気も良くないし、多分糸島の方着いたら4時回ってる余裕で、まあ4時半ぐらいになるかな、ご飯食べたらね。まあ、どこも行けないかもしれないですけど、とりあえずドライブじゃないけど、いいとこあったら泊まりつつみたいな感じで行ってみようかなと思います。ご飯は何？ご飯はね、金の鶴っていうとんかつ屋さんに行こうかなと思って、3号線沿いを走ってると気になってて、とんかつ屋さんがね、あ、走ってる時に見つけた。そうそう、で調べたら、うわ、めっちゃええとこやんと思って、九州にしかはないと思う。チェーン店？一応チェーン店、何々店だけど、全店舗評価高いね、全部4以上なのよ。ご飯と味噌汁、惣菜が、食べ放題なんですよね、とんかつについてて。お惣菜も？お惣菜もそう、しかもお惣菜はなんかバイキング形式で取れるのよ。いや、もうそれももはやビュッフェ。そうだから、なんかちょっとそんなんも行ってみたいなと、今から行こうかなと、近いし、はい、思います。はい、近いの？近い。よし。お惣菜めっちゃ美味しそうやな。これめっちゃうまそう。うわ、全部美味しそうなんだけど。お水でいい。めっちゃ少ない。それさ、失礼します。参加対象ついてたですね。どうぞ。やばい量来ました。これすごい、300でやっぱすごいな。さっきでこんなもんと強いなんだけど、うまっ。300多いわ。これちなみになんかこう無料だし、9歳ってまんま食べる小学生の、小学3年、魚類なんかな俺。ごちそうさまでした。もうお腹爆発します。美味しかったです。もうね、お腹がやばい。300の方すごいね。すごい、肉が2人前。いや、久々にえっと思ったもん。来た瞬間に普通のサイズが2枚乗ってたもんね。そう、いや俺1枚で昼からこんな食えんでと思って。いやー、もうなんかね、あれよね、惣菜食べ放題とか言うてる場合じゃないよ。300やとね、やばすぎる。一応ね、惣菜食べ放題だけどやつもあんねん。あれにご飯と味噌汁が、そうそんなんもいいよ。いや全然いいと思う。時刻はもう3時半回っております。やばい、ほんまに着いたら4時半とかやね、着きました、糸島の方、はい、何かな、ちょっとうるさいな。
これ雨やったらもう絶望的やな。なあ、なんかいっぱい楽しそうなブランコがあるよ。いろんなブランコ。うん。ね、あ、崩れるから。崖を崩して。腹立つな。要は満足じゃ。はい。はい、ということでですね、気づけば時刻がもう6時前やから、ちょっと車中泊場所に向かおうかなと思います。今日糸島の方って車中泊できるとこ全然なくてさ、道路沿いのパーキングにちょっと行ってみようと思います。どんなとこか分かれんからあかんかったらやめようし、うん、まあこういうこともあるでしょう。まあ、買い物してたらもう6時になったから、こっから30分ぐらい、はい、ちょっと走らせてみたいと思います、はい、さっき車中泊できそうなパーキングに着いたんやけど、うん、入り口が閉鎖されてて、当面の間夜間閉鎖しますって書いてたね。そう書いてたから、待ったもうだいぶ戻るしかないよね。探すしかないね。か糸島の駅の付近のコインパーキングかやな。でもトイレはあれになっちゃうんだよね、コンビニとかに。まあ通るんやったら行ってみてもいいけど、あったそんなとこ。まあ一回行ってみようか。閉まってさえけどね、うん、では行ってみます。後ろですね。はい、戻りましょう。はあ、到着やけど公園の駐車場ですね。ちょっとトイレがどんなんかわからんから見たんやけど、こっち行ったら、こっちから行ったら砂ブランドっぽいよなあ。ん？でもこっちからしか行かないんか。これは何ですか、これ。ここは多分グランド。グランドですね。こっちもグランドのちゃいますか。あー、そっからね。あ、でもね、さっきのとこまではしますが、うん、で雨もなんかずっと降る感じじゃないやろ。うん、そう、そんな寂しい感じじゃないか、多分。なんか、いや、でかいトイレやね。これトイレ、ほんまに。子育て全力応援トイレ。ほんまやな。閉まった。開いてるわ。あ、普通ですね。まあまあ。まあまあ普通に。うん、あ、綺麗綺麗。まあまあまあ。こっちはね。トイレも覚えてない。うん。あ、こちらが。ところで。どう。今回はどれかな。こっちかな。ここ男水、こっち女水やわ。ああ、っていうことね。あ、こっちも多目的トイレありますね。なんかこっちの方がちょっとおかしい。あ、そうね。あ、でも同じ感じだね。十分だな。どうでっか。普通に綺麗でしたよ。じゃあここで大丈夫ですか。はい、はい、じゃあここにしましょうか。はい、買い物スター目と鼻の先でしたね。おかげでポタデンがめっちゃ充電できたわ。 93% まで回復した。今日天気悪かったのにほぼ満タンになっちゃった。あとはあれやね、雨さえ止めばよろしいですね。散歩はどうしたの最近。ちょっと WBC 見てて。まあええやん、やりたかったやるし。なんかやる気せえへんねんな、散歩。めっちゃ独り言喋ってたやんか。めっちゃ独り言喋ってたやんか、俺一人で。よいしょ、ふぅ、痛い。やばいな、今日手な、あのちょっとブランコして手やっちゃったの忘れとって、手痛いの。いいの忘れててさ、やっちゃったんや。調子悪いんや、そっから。あとは書くことってあんまなくなったやん、うん、はい、交通費、はい、仕入れ、はい、おしまい、はい、全然お腹すかへん。時間もだって3時ぐらいもんな、食べた。うん、遅かったから。2人前食べた気持ちやもん、なんかもう。
高級ラップや視聴者様からのいただき物、高級ラップ、はい、嬉しいね。このクックパーも、あ、クックパーも高級くっつかない風ですごいよ。だっていつも二重にしてけど、あ、この分厚さやったら一個一重でいいわと思って。本日の晩御飯はジョイフルのハンバーグでございます。ジョイフル九州来て急激に見た。まあまあ全国的にあるんけど、まあ、ねんけど九州が多分めっちゃ多い。8割ぐらいじゃない、うん、全国のねぐらいあるような、うん、あるのは知ってたけど、うんうん、行ったことなかった。行ったことない。だって関西とかで見えへんからな、あんま。ほんま1店舗2店舗ぐらいしか見えへんで。うん、あるけどなんか通りすがりにあるなぐらいな感じで行く機会がなかったんやけど、うん、だってそんな探して行くほどまで行かへんな。そう、ファミレスさんって探していかないから。やっぱね、ガストが全国的に多いから、うん、ガストに行きがち、作業とかするのも、うん。でも、ジョイフルで、ランチ食べた時に、ワンコインで食べれて安いしさ、ボリュームもあるしさ。500円でそこそこお腹いっぱいになる。正直ガストよりいいと思っちゃったんですよね。味も美味しいしさ。うん、まあ、席によったらコンセントも使えるという。照り焼きソース、ペッパー付きがめっちゃ美味しかった。美味しいよね。うん、っていうか、こんなん売ってるの知らんかった。知らんかった、そう。たまたまスーパーでフラフラしたら。置いてないね、本社って。へぇ。解凍せなあかんみたいやけど、うん、忘れてたから、まあもうこのまま行くしかないっしょ。そういうことですね。行きましょう、行きましょう。いいでしょ、別に。ちなんしな。なあ、めちゃくちゃ美味しそうやね。さすがに美味しそうな気がする。うん。私が、照り焼きペッパーって感じだね。うん。で、おまきさんが、チーズインハンバーグに、トマトソース。トマトソース。で、これが、明太子と数の子のレンコンマカロニサラダ。めっちゃ美味しそう。じゃあ食べましょう。はい。チーズとろっとなりますかね。さすがになるでしょう。おー、いるね。チーズいるね。いい感じです。あー、すごいですね。めっちゃうまそうやな。これは美味しいなあ。いただきまーす。熱い？クッカースト。うん。ちょうどいい。うん。美味しい。あ、うん。何やねん。ほんまにファミレスで食べるハンバーグ。あー、なるほどね。まあ、普通に美味しそう。めちゃくちゃ美味しいじゃないですか。うん、なかなかクオリティ高いね。うん、でもイオンで買ったからさ、うん、全国にイオンあるけど初めて見たからね。うん、さすがに目止まるやろ。こんだけ日本中回っててさ、うん、買い物行ってたらさ、うん、あれば目止まってるね。他の地域ではないんじゃない？ないやろ、うん。キャンプにも楽でもいいかも。あ、右ね。なあ。うん、そうだよね。正直さ、うん、ガストのメニューに飽きてるんですよね。行きそうですね。うん。メニューも決まってくるやん。値段見てさ。うん、ジョイフルのランチ時間に行ったらさ、グリル系でもライスついてくる。ああ、そうか。から1000円以内で。あ、結構な。ほぼどれでも頼める。うんうん、デザートの時間です。本日のデザートは伊藤物語。飲むヨーグルト。はい。あとは半額のお餅がち。まあ、50円よね、これ。半額やから。そうだね。これ50円。これ100円。うん。やったよね、確かに。これがきなこ黒蜜。はい。うわ、うまそうやね。飲むヨーグルトとこのわ。あ、すごい濃厚やで、なんか。うまや。いただきます。うん。すご。これ伝わらんな。いや、マジですごい。びっくりした。あの、何だから、ジジイのさ、いないねんって。若い可愛い子が許されるんであって。知らんやん、つくんやもん。おっさんのそれいらんねんって。リアルヨーグルトを、うん、ちょっとサラサラにして、ね。そう、ま、混ぜてたら飲んでるみたいな。うん、飲むヨーグルトとヨーグルトの間みたいな感じよね。びっくりした。うん、傾けてもなかなか出てけへんもん。そう。知ってるあのサラサラ感じ。うん。めちゃくちゃ美味しい。ね。お茶飲みたいよね、確かに。そうね。こういう和菓子的なね。ヨーグルトではないな。ということで、ちょっとまだ作業中ですが、そろそろお休みの準備しようかなと思います。時刻は12時12分。ということで、日付も変わりましてですね、
明日は多分福岡県最終日になるかなと思います。予定が詰まっておる。はい、予定が詰まっておりますので、ということで、まあ、また明日も続きますんで、はい、はい、明日はまあちょっと観光がどうなるかわからないけど観光して、朝のお散歩はどないしたで、明日 RV パークにね、なかったことにしたな。RV パークにね、泊まろうかなと思ってます。今日はこの辺でということで、また明日、おやすみなさーい。おはようございます。本日も出発したいと思います。お散歩ちゃんと行ったの？お散歩行ったよ。イオンの方まで行って。イオンの方っていうのは10キロぐらいあるんですか？いや、そこのイオン。そう、そこのイオン。え、でも15分くらい歩いたね。はい。乗らんわ、気分が最近。知らん。乗らねえ、乗らねえ。知らん。ということで出発しまーす。はい。今日もラーメン。でも久しぶりじゃない？ 1 週間ぶりぐらいやろ。そうね。やろ？サイタニア。行ってみよう。すごい美味しそう。結構ドロドロやな。ほら。ドロドロ。麺は細麺です。うまそう。うん。うん、美味しい。うん。な。はい、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。続きましてですね、今日の晩飯を買いに行こうかなと。せっかくやから地のものをね、まあ、買えたらなという感じで。よくあれや、道で駅とかでもさ、産直みたいな、うん。そういう感じの、なんかすごい広い売り場があるらしいので、そこ見て行ってみようかなと。はい、到着しましたが。でかいね、やっぱ。でかい、めっちゃでかい。道の駅まるまる1個分ぐらいあるんじゃん。うん。じゃあ行ってみましょう。平日やね。な、すごい人やね。平日やね。平日、平日。糸さいさい。買い物してきました。はい。いろいろ売ってたね。めっちゃ売ってた。お肉もやってたし。デザートも売ってたし。そう。かなり売り場広かったね、うん、で今日の夜のお楽しみにと、はい、いうことでちょっと観光したいねんけど天気が悪いから、まあ、一応行ってみようか。でもね、はいはい、最悪もカフェとかで終わる可能性が非常に高くなってきましたね。雨の糸島を楽しむとか言ってたのに、なんで雨で行こうと思うところが一個もない。いや、なんかあるんかな思って。今日しかないからもう出なあかんからね。ケアの音というところにやってまいりました。風強いな。今日寒いぞ。わ、やば。ちょっとここら辺で写真だけ撮っといたら、めっちゃいい感じなのにな。だってこれ上りいいけど下りやばいよ。うん。そら誰もおらんわ。まあ、やば。どうしようこれ。こっちだつるっていくよね。な。だよいや今のはあだったよ、すごかったよ。はい、ここどこ？ネオト岩やね。あー、なるほどね。これ電気よかったらいいねんけどね。北見ヶ浦公園、うん、曲がりついてんのかな岩って。何はい、じゃあ今日は RV パークということで、はい、RV パークに向かおうと思います。昨日も今日も電気が良くなかったから、電気がもうね、いよいよやばいからちょうどいいかも。そうだね、うん、まあそう思って走行充電すらさせてないんだけどね。じゃあ向かいましょう。もうすぐ着くからね。はい、 はーい。
トイレどこ？分からん。多分そこなんや。カフェの第二駐車場なんやね。そうそう、カフェの第二駐車場。トイレがどこかね。これちゃうかな。トイレ。あ、これですね。わ、めっちゃ綺麗ですね。ますやわ、たまにかけるあ、ここで食べてもよかったな、ね、ちょっと良さげやん、いい感じの、うん、しらべやしてられる、あ、ゴミ無理なんや、よいしょっと、晩ご飯だね、久々に IH 使うんちゃうか、本日のご飯は何でしょうか、糸島豚と糸島野菜にこだわった餃子、餃子、餃子で、これが糸島手作りハムのウインナー、ソーセージ。ウインナー、ウインナー。そう。すごいね、賞味期限がすごいすごい早いやつ。スモツ。おつまみ的な感じだよね。まあ、的な感じですね。豚の胃袋って書いてるわ。スモツ。未加熱調味品。そうだから賞味期限がさ、2日ぐらいしかないね。うん。すごいよね。焼いてないやつ。1個目完了、オープン、あ、いいんじゃないですか、真ん中焦げとるな、そうね、あ、でもまあまあまあいいでしょうって感じかな、お、はい、はい、今日のご飯はですね、餃子とウインナーの胡椒味と、あと豚もつやね、うん、はい、餃子はシソって書いてある、シソ味でポン酢がなかったからお醤油とマヨネーズで、はい、行きました、はい、とりあえずちょっとこれ食べてみたいね、そう、食べてみていいですか、はい、いただきます、ウインナー、これなんかほんまに生ウインナーみたいな感じだね、うん、これいけんの、わ、めっちゃいい感じ、わ、うま、うん、わ、うま、あ、やっぱり美味しいね、ね、最強やん、うん、これでも6本入れ300円ぐらいやったやろ、うん、全部ご当地さんやもんね、そう、全部糸島のやつ、うん、あ、これめっちゃうまい、うん、めちゃめちゃ広いけど糸島のやつしか売ってなかった、うん、すごいよね、うん、野菜もいっぱいあったんやけどね、やっぱどうしても洗わなあかんタイプは無理やからな、いい感じやん、まあまあ、裏もね、すごいいい感じに焼けました、うん、めっちゃいい感じちゃう、そうね、うん、ちょうどいいと思う、いただきます、シソ味、うん、あがキャッチ、うん、シソ神、うん、うますぎ、あとこのマヨネーズと醤油最高じゃない、そう、このマヨネーズとシソがなんかめっちゃ合うよな、うん、これはうまいっす、うん、何これ、うま、皮がもちもちしてるね、うん、もうこれはレモンサワー飲むしかないわレモンドをいただきます、こっちの餃子って基本なんかもちもち系、あ、そうそうそう、ね、うん、これが豚もつ、うん、いただきます、これが果たしてどんな味なのか、うん、もう噛んでおつまみおいしい、でもなんかもう一品欲しいよねってなって探した時にあったのがこれやったよね、うんうん、これは酒進むやつですわ、うんうん、なあ、美味しいな、うん、確かに美味しい、いや、これ両方いい、うん、マヨネーズの酸味がいい感じに、あ、そうそう、ちょっとマヨネーズもお酢入ってるからさ、うん、違和感ないのよ、そう、デザートの時間がやってまいりました。本日のデザートは、めっちゃチーズケーキですね。はい。2種類入ってる。うわ、うまそう。スフレチーズケーキかな？ぽいね。
うわーやばい。トリュフちゃんは何やったっけ。トリュフ何やったっけ。ブリュエ。あ、そう。今日は昨日言ってた糸物語の甘おうと、甘おうと、こっちがミルクコーヒー。コーヒーですね。そっちはあれやろ、ヨーグルトやね。飲むヨーグルトやろ、おまきさんのは。そう、これは飲むヨーグルト。こっちはミルクコーヒー。そうですね。いただきます。あー、いい、甘すぎず。あ、わかるわかる。これも普通のいちご味って言ったいちごの香料とみたいなんだけど、なんかほんのりいちごの味がする感じ。うん、あ、美味しいな。うまいね。安定のうまさよね。え、バタついてた。もうええやん、毎回毎回知らんやんか。わざとちゃうし見えへんやんか、こっちは。なんかついたかなってならへん感覚あらへん。ないあ、なんかスポンジっぽいね。あ、なんかふわふわしてるね。な、普通のなんかスポンジケーキみたいな感じやね。あ、でもちょっとしっとりしてる感じはある。うん、あ、ほんまブリュレっぽいけどね。うん、あ、うんうん。うまっ。どうなの？なんかチーズケーキな感じせえへんな。そうね、チーズケーキ感はそんなに、知ってるチーズケーキじゃないよね。スポンジケーキやね、うん、普通に、うん。うまいな、でも。うん、これまた置いとこうか。置いときますか？うん。はい。半分ずつして。ということで、ちょっと今ね、作業中ですが、そろそろお休みの準備しようかなと思います。時刻が、12時11分ということで、まだね、僕も YouTube のアップロードが今、残り19分ということで、まだ残ってますが、今回これで福岡県は終了ということです。1月の真ん中ぐらいからかな、うん、行き出して、まあ2週間ちょっと北海道おったけど、まるまる2ヶ月ぐらいおったんかな、ほんなら、トータルすると。1ヶ月半ぐらいかな。1ヶ月半ぐらいか。いやー、俺らほんま進まへん。九州とか言うてて、福岡だけやからね。そっちは北海道はね。いや、そうそう、2週間行ったとしても、まあ、3都道府県ぐらいは行くかな、思ったんよ。この3ヶ月で。まあまあまあ、3ヶ月あったら、まあ3行けたらいいかなとは思ったけども。いや、全部は俺は絶対無理や思ってたから、もちろん、ね。全部なんか絶対無理よ。離島とかも多いから、それはどうせまだ来なあかんと思うからね。うん、多分今年の冬も九州かなと思ってる。まあ、そんな気はする、うん。特に何もなければ。そうそう。まあもう早いうちから入っとこうかなと思う、ね。うん。ちょっとやっぱ夏はね、暑いからよ。そうね。うん、エアコンついてないからね、この車ね。うん、日本一周始めた時の夏はさ、うん、僕らその近畿ね、2府4県を回っとったんですよ。うん、その時はさ、クーラーなしで頑張って行っとったからさ、うん、まあ、いけんくはないなとは思うよ、うん。その後の2年間さ、うん、北海道で夏越しちゃったからさ。そうね、あの地獄の暑さをさ、もう3年体験してた。そう。怖いよ、だからやっぱ熱中症とかあっても嫌やなと思って、うん、正直ちょっと勇気が湧かないっす。なんか対策が必要よね。そうやと思う。電力食っても、エアコンみたいなちっちゃいやつ あれば、まあ、電源あるとこ止まるとかすればさ、うん、暑い日はね、毎日暑いけどな。毎日40度超えるで、多分心の中は。前よりかはさ、換気扇も強化したし。ああ、そうね、確かに、まね。前と比べるとね。いや、そうね。まあ、マシなんやけど。マシにはなってるとは思う。いかんせ、体がもうね、もう年、その分ね、そうそう、もうその分2年年取っとるからさ、ちょっと怖いよね、やっぱりね。接触冷感系はあるけど、あるそれ以外のものってないやんか。で、冷蔵庫がさ、もうあるわけやん。うん、ある。だから、これ冷凍庫にもできるやんか。うん、まあ、夏はだから、あ、まあでもな、冷凍しちゃうとな、食材とかかな。まあでもさ、寝るときは基本、あんまり入ってないやん。冷凍にしといて開けとったらすごい電力食うから。そら食うやろ。食うし、さほどや。あ、さほどか。その場におらんと思うか。そうそうそう。定番とかでさ、うん、何にも設備ないところで車中泊してる人で、こういう夏の対策のグッズあるよっていうの知ってる人がいたらね。ぜひ教えてほしいですね、うん。もうちょっとね、2年間北海道おったからさ、まあそういうのちょっと鈍感なっとんのよね。何もいらんかったから。そう、なくても余裕やよ。余裕やから、ほんまに。あ、ちょっと換気扇強めにしとこうかな。そう。いや、でも寝るとき快適やったらそれでいいね。まあね、うん。昼間はね、夏そうそう、もう昼間はさ、だってもう外で待機、何でもできるよ。お出かけすりゃいいから、ね。そう。寝るときっすよ、ほんまに。そんなこともね、考えて、ちょっといろいろやっていきたいなと思います。まあ、九州、まず第1弾終了ということで、1件だけでしたが。はい、ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。